はい、どうも皆さん、こんにちは。うぜこです。それでは今回なんですけども、特特 D 払い対象のお店で20%還元、ファミマ、ローソン、ビッグカメラなどでお得ということで、昨日に引き継ぎ、またもや D 払いに関するキャンペーン情報ですね。このキャンペーンは D 払いを利用している方全員が参加できるキャンペーンとなってますので、ぜひ最後まで楽しんでいただければなと思います。それでは 行ってみましょう今回ですね、紹介させていただくキャンペーン、こちら、2020年度顧客満足度ナンバーワンということで、特特 D 払い20%還元キャンペーンとなっております。 で、こちらのキャンペーンは第1弾と第2弾で分かれておりまして、第1弾は2月16日火曜日から3月の8日月曜日まで、そして第2弾に関しては3月の9日から3月の31日水曜日までとなっております。で、こちらのキャンペーン20%還元を受けるためには、必ずお会計の際にですね、D ポイントカードを提示して、その後に D バラで決済すると。 そしたら20%還元を受けることができるというようなキャンペーンとなってます。で、ちょっと詳細の方に入っていこうと思うんですけども、まず期間は先ほどお伝えした第1弾と第2弾でそれぞれ分かれております。で、エントリーなんですけども必須ということになってるんですが、第1弾と第2弾、それぞれのエントリーが必須となりますんで、まあ、これですね、タイミングを忘れないようにお願いします。 で、条件としたら、先ほどお伝えしたように D ポイントカードを提示して D バレで決済をすると。まあ分かりやすい図面こんな感じですね。ステップ1で D ポイントカードを提示して、まあモバイル D ポイントカードであったりとか、普通の物理カードでも OK です。その後にステップ2の D バレで決済するという流れですね。で、上限なんですけども、第1弾と第2弾でそれぞれ1000ポイントとなっております。 なので上限としたら5000円で上限なんですけども、第1弾で5000を使って1000ポイントに到達。そして第2弾でも参加して、5000を利用して1000ポイントに到達するという感じなので、合わせてではなくて、それぞれで分かれてますんで、ここも間違えないようにお願いします。で、このポイントが付与される時期なんですけども、第1弾、そして第2弾に関して合わせて4月末以降に付与されるみたいですね。で、付与されるポイントは D ポイントの期間用途限定で付与されます。 で、気になる主な対象加盟店ということなんですけども、今現時点ですね、2月9日で発表されている時点での情報なんですが、まあ、ここにも出ているように、その他の対象加盟店及び対象外店舗の詳細等については、キャンペーン開始日の2月16日火曜日に発表いたしますと出てますので、まだまだここから発表される前提でお伝えします。 まず百貨店のジャンルであれば高島屋というところですね。まあ以前の動画の時に僕高島屋のこと知らないって言ったら結構ツッコミのコメントがあったんですけども、九州には確か一つだけあったような気がするんですけども、実際にはちょっと行ったことないのでわかんないです。で、次コンビニに関してはローソンとファミリーマートとなっております。で、家電であればエディオンとジョーシン、そしてビッグカメラの島ということですね。 ま、あ家電量販店とかであれば5000円の消費は結構早くできるのかなと思いますね。で、続きまして、ドラッグストアに関しては松本清そしてここからファインですね。で、グルメのジャンルに関しては、かっぱ寿司、そしてガスト、サンマルクカフェ、ミスターウォーナツスキア、モスバーガーという感じですね。で、ショッピングのジャンルに関しては、東急ハンズと。で、スーパーのジャンルでは山屋という出てるんですけども、スーパーで山屋だけっていうのはちょっと違和感があるので、なんかここら辺まだ追加されそうですよね。で、その他のジャンルもあるという感じですね。 まあ僕の場合は、現時点の発表であれば、このスーパーのこの山屋というところですね。ここが結構面白い調味料とか置いてたりするんで、僕はもしかするとここで使い切るかもしれません。で、続きまして、キャンペーンの対象外のお買い物なんですけども、 この部分ですね。D 払いの支払い方法に D カード以外のクレジットカードをセットした場合、そしてあとは D カードプリペイドを設定した場合の支払い分、これに関してはキャンペーンの対象外、あとは D 払いの ID 決済であったりとか、あとは D ポイントで支払った分、これらが全てキャンペーンの対象外のお買い物となります。他にもですね、クーポンの支払い分であったりとか、他の注意点もありますんで、下の方もチェックしてみてください。で次にですね、D 払いのポイント申請の対象外の商品とかサービスということなんですが、例えば金額 券類でやったら切手はがきとかテレフォンカードとかクオカードとかまあそういったものであったりとかあとはこちら今回対象外になりますねタバコ、宅配料、公共料金の支払いと決済代行、各種電子マネーのチャージおよび購入ということですのでまあ、ここら辺もね参加される際は間違いないようにしてください ま、他には D 払いでは2月15日以降にはなるんですけども、こちらほともとのね、D 払いの20%還元もあったりとか、まあ、昨日動画で紹介はしてるんですけども、で、あとは初めて D 払いで参加される方はですね、50%還元のキャンペーンもあったりするので、まあ、それらと併用しながらね、利用すればかなりかなりお得に参加できるのかなというふうに思います。 まあそんなこんなで今回はかなり短めではあったんですけども、D 払いの特特 D 払いプラス20%還元について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。ちちょくちょくコメントで上限が下がったっていうこともいただくんですけども、正直まだこんなにキャンペーンが続くことに関しては本当にありがたい限りだとは思うので、僕も今回はしっかりと上限いっぱい使おうかなというふうに思っております。 で、今回のね、このキャンペーンのリンク、そしてまだ D バルのインストールがまだの方がいらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼っておきますんで、詳細気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました ま、今朝ですね、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、あの、三井住友カードのあの V ポイントですね。ま、そちらについて僕もですね、あの、本人確認を今現在行っている状態なんですが、ま、あそれがなかなかね、ちょっと時間がかかってる状態なんですよね。ま、ここにも出てる通り、お申し込み内容の確認をしています。3営業日程度お待ちくださいというふうに出ております。ま、あってのもですね、昨日の夜ぐらいに、 申請がお、このメッセージが消えてたんで、申請が、あ、終わったっていう風に思ってたんですけども、よくよく見たら本人確認に失敗しましたみたいな感じのメッセージが出てて、もう一回今申請を行ってる状態なんですよ。なので、僕の中で勝手に再度申請を行ってるのであれば、サクッと終わるのかなと思ったんですけども、まあ、これを見る限り再度申請しても、やっぱり3営業日ぐらいかかるみたいなので、まあ、ちょっと気長に待とうかなと思うんですけども、これって実際に僕だけなんですかね。まあ、おそらくね、今回の三井住友カード ナンバーレスとかこの V ポイントに関してのキャンペーンとかかなり熱いので参加されている方がかなり多いのかなという風に思っているんですがまあそろそろねこれについての動画を作りたい作りたいと思いながらまたず弾かれてしまったので若干ちょっとねダメージを受けているところではありますまあもしね本人確認が通り次第ねあの V ポイントの移行であったりとか実際のチャージ方法であったりとかまた改めてこちらについてはレビューしようかなという風に思っておりますのでまあまあそれを期待している方は少ないと思うんですがもし気になる方はですね見ていただければめちゃくちゃ めっちゃ嬉しいです。 あ、で、もしなんですけども、こちら今出てる V ポイントアプリへのチャージで20%増量キャンペーンですね。まあこちらもですね、僕自体はまだ参加する前の状態なんですが、まあいろいろちょっとツイッターとか情報を見る限りは、まあその増量した分の使い道として、その PayPay で使ったりとか、あとなんかモバイル Suica とかにもチャージができるみたいなことを聞いてるんですけども、まあ他にもですね、こういった方法で使ってますとか、これは使えませんとか、まあそういった情報があればですね、あのぜひ教えていただければと思います。まあちょっと あとそれも含めてね、あの動画にしようかなというふうに思ってるんですけども、今現在僕が知ってる情報だけであれば PayPay で5000円までしか使えないっていうのと、まあ、とりあえずスイカにチャージして消費することができるっていうところまで聞いてるので、ま、ぜひですね、こういった方法ありますよとか、まあこう、これはちょっとできませんよとかあれば、もうそちらもぜひコメントいただければ、めちゃくちゃ嬉しいでございます。 一応三井住友カードのね、ナンバーレスについての紹介の動画も過去に出しておりますんで、そちらを見ていただければ、ある程度の情報がわかるのかなというふうに思います。ということで、ありがとうございました。